こんにちは、トースポウェブ予想動画の時間です。1日ぶりのご無沙汰です。なんてね、こう改まってみましたけれども、本当に申し訳ございません。いや、こうちょっとね、記者の人なんかと喋ってて、どんなにいい取材しても、どんなにいい文章を書いても、当ててなんぼやっていうような、こう議論をちょっとしましてね。なるほどなと、そらそうやなと、よくよく考えればですよ、この予想動画、私ほぼほぼ当たってないんやないかなと思って。いや、それはね、僕のちょっと持論的なもあるんです。というのも、やっぱり芸人はね、僕言うたってプロじゃないですから、芸人ですから、外して皆さんに、まあ、笑ってもらう、あいついつもあんなに外してるけども、いつも楽しいボートレースやってるやんけっていうところで、こう皆さんに見てもらうということが第一義じゃないかなと思ってやっていたことと、まあもう一つは、まあちょっと市場が入りすぎるというところがあります。と言ってね、初日ね、酔いどれ座談会やった西山貴博は2着1着、小野聖奈は6着1着、磯部は3着ということで、3人とも船券に絡んでるんですね。なのに当たらない、まあ、ここがちょっと重症やなと思うんですけれども、ただね、ボートレースが一番素晴らしいところは、馬券の不調に陥った時に当てる道が一つだけ用意されているんです。そうなんですよ、皆さんご存知ですよね。その謎はこの後解明いたします。さて、ボートレーストコナメ G2 モーターボート大賞2日目のドリーム戦は、女子戦が組まれました。まずは出走メンバーをご紹介いたしましょう。1号艇遠藤恵美、2号艇雲野ゆかり、3号艇長島真希、4号艇森谷美穂、5号艇細川優子、6号艇小野聖奈、以上の6選手、まあ豪華メンバーです。でもう女子戦好きなファンの皆さんはもう分かるかと思うんですけども、まあいわゆる現代の女子三強ですね、遠藤、長島、小野と、ここがもう揃い踏みですから、まあこれ以上のメンバーなかなか望めないんではないかということで、まさしくドリームにふさわしいかと思います。さあ、そして、ご覧いただきますのは、コースでのコース別の2連対立です。進入予想は枠番通り1、2、3、4、5、6と取りましたんで、そのコース別の連対率を書き上げました。1号艇遠藤恵美は 87%、 まあ当然の数字ですが、遠藤ぐらいの選手としては決して高いというほどのもんではないかと思います。2号艇雲野ゆかり選手、2コースからは 67%、 3号艇長島真希が3コースからは 43% 以下、まあ 37%、 目立ったところでは細川優子、5コースから 50%、 2連対率がまあ半分あるわけですから、これは優秀と言えるでしょう。6コース小野聖奈が 14% ということです。まあ目立ってるのは2号艇雲野ゆかり選手ですね。2コースはやっぱりなかなか難しいコースなんですが、雲野選手は、まくっても刺しても自在にさばいての 67%、今回出走メンバーのうちでも、まあおそらくベスト3もしくはベスト4に入る、高い数字だと思います。信頼を受ける数字だと思うんですが、正直ピットでの雰囲気があまり良くないんではないかなと思います。宇野選手はいつも凛々しく凛とされてるんで、そのあたりは今節も変わりはないんですが、少しね、喋りかけないでオーラみたいなのをちょっと感じるんですよね。ですからちょっと、まあ初日も6着6着のスタートでしたから、苦戦を強いられているのは間違いありません。そして5号艇細川優子選手、地元ですからもちろんね、力も入ってると思うんですが、実は細川優子選手に初めて今日はインタビューを断られてます。3着3着なんで、悪くないと思うんですけれども、本人が今はまだ喋る段階にはないということで、また後日ね、その声をお届けできたらなと思います。ということはこれ良くないんですよね。で、先ほど言いました、この船券不調の時に脱するにはたった一つ方法があるんです。これがボートレースの良さです。ただ単に印を変えね、1から買っときゃ当たるんです。ですから明日は遠藤恵美から、船券は、まあ、買いたいと思うんですが、これではつかんので、相手に森谷美穂を取りました。
何も言うときますけど、好きやからではないんですよ。ね。で、4コースから 37%。これはっきり言って女子選手の中で4カド。まあ4カドからですね、37% という数字は決して高くはありません。他の5選手見てみますとみんな 40% 以上あります。ですから森谷美穂自身は4カドあまり得意としてないのはわかるんですけれども、ちょっとね、まあ、これも、ね、インタビュー動画も今日撮ってますんで見ていただいたら分かるんですが、僕にはね穴の気配がもう充満してますんで、明日は紐穴狙い、遠藤から森谷、そして長島から森谷の紐穴狙いで勝負します。ミポリン頼んだで。一節間通してやっぱりピットにいてるとその選手の雰囲気っていうのが見えてきます。で、今日皆さんピットのインタビュー動画初日のね、模様をご覧いただければ分かりますけれども、森谷美穂選手もう結構なねこのインタビュー動画ではお付き合いになってきましたけれども、その中でも言ってますが、彼女が気持ちが乗っている時の所作、そういった雰囲気というのをやっぱり、いやいやまあね、本人にもちょっと言われたんですけども、まあ、照れるって言われたんですが、それは多分言葉だいぶよくして照れると言っただけで、あれ多分かっこ気持ち悪いって言われてると思うんですけれども、森谷美穂、まあ、ずっとまあ言うたら見続けてて、彼女がこうハキハキと、はつらつにですね歩いている時は本当に彼女自身の気持ちが乗ってるんではないかなと思います。で、今節は森谷美穂らしいですね、歩く姿が見えるので、ここね、女子戦やったら森谷も人気しますけれども、ここは男子混合戦ですから森谷美穂もなかなかこう人気をかぶることもないと思うんで、今節は穴は森谷美穂やと思うんです。どうぞ皆さん、森谷ファンではなくてもですね、今節追っかけてみて損はないんではないでしょうか。ということで、いよいよ明日は2日目、注目の MB 大賞女子のドリーム戦が行われますので、ぜひ皆さん本庄へお越しください。それではまた明日お会いいたしましょう。さよなら。